皆さんこんにちは、毛利と申します。それでは今週も未生内たちの様子を見ていきましょう。まずは先週のおさらいからです。植え替えをして1週間が経った週でした。少し葉っぱの変色などが出てきたかもしれないなという程度で、まだまだ植え替えの影響というのは見て取れなかった週でしたが、おそらくもう少ししたら葉っぱを落としたりですとか、そういった影響が出てくるんじゃないかなというふうに危惧していた週でした。それでは今週の様子見ていきましょう。まずは3月4日の様子からです。未生657日目と253日目の様子ですね。今ちょうど映っているのが植え替えを行ったというパキポディウム、あとオベサ、あとドロステニアホエチダですね。こちら今映っているボンバックスやギラウミニアナ、そして下に行って亀甲流なんかはまた別の日に植え替えを行っていたりというところですね。亀甲流が 3,4 週間ぐらい前の植え替えですかね。ボンバックスやギラウミニアナはずっと植え替えをせず、それぞれ一鉢に対して一つの苗を植えているところですね。あ、そして今こう映っているのはペラルゴニウムミラビレの発芽したての苗ですね。少し前に動画を投稿しましたが、未生交換会という集まりにお声掛けいただいて参加をした際に、じゃんけん大会で勝ち抜いていただいた種を発芽管理を低温湿潤法でしていたんですが、それが発芽したものになります。今映ってた動画では3つしか植わってなかったんですけれども、その後日ですね、残っていた2つも発芽して、合計5分の5ですね、 100% の発芽率でした。種を提供いただいていた伊豆さんには本当に感謝ですね。発芽率 100% でとても新鮮な種をいただきました。ありがとうございました。続いて翌日の様子映っていますね。こちらボンバックス、そしてギラウミニアナですね。このボンバックスとギラウミニアナは割と初期の頃から一つの苗に対して一つの鉢を与えてあげていました。ギラウミニアナはまだ鉢の容量的に余裕があるんですけれども、ボンバックスはもうかなりパンパンになってきちゃっているので、もう少ししたら植え替えをしてあげなきゃいけないかなというところです。今映っているのは一昨年種をまいたパキポディウムとアデニウムですね。そしてこちらは12月に種をまいたモンソニアムルシフィダです。こちらはオトンナユーフォルビオイデスとケラリアピグマエア、そしてオトンナレトロルサですね。11月頃に種をまいたものたちでした。続いて3月6日の様子です。こちらパキポディウムのエビス大国ですね。隣がパキポディウムのエニグマティカム、あと間にちょこちょこ置いてあるのがパキポディウムのビスピノーサムですね。そして他にはフォエチダとオベサというところです。こちらの亀甲流は数週間前に植え替えを行ってから、やっぱちょっと植え替えの影響なのか葉っぱの一部が枯れてきてしまったりという感じですね。今映っているセンナも去年種をまいたものですね。割と大きくなってきてくれました。こちらのパキポディウムたちは一昨年種をまいてるんで、もう659日目というとこなんですけれども、まだ小さいままですね。こちらの去年の秋に種をまいた冬型の開墾植物たちですが、まあ割と順調に育っているように今のところ見えますね。続いて3月7日の様子です。こち
ちらのパキポディウムたちなんですが、やっぱこう徐々に葉っぱが変色して枯れてきてしまいました。やはり植え替えの影響じゃないかなと思います。まあ、特にこの辺のエビス大黒やあとエニグマティカもですね、こちらプレステラ92もう10個ぐらいですね、苗が寄せ植えで植わってしまっていて、地中でもう根が絡まりまくってしまっていたので、植え替えをするときにその根を外すときにですね、いくつか根が切れてしまったりというのがあったので、まあその影響なのかなというふうに思いますね。やっぱパキポディウムたちっていうのは植え替えの時に根っこをいじられてしまうのを、まあ、嫌うんじゃないかなと思います。まあ、一気に枯れてしまうというところまではいかないと思うんですけれども、どうしても葉っぱを落としたり成長をストップしてしまったりという影響は出てきてしまうのかなと思います。まあ、なので理想を言えば、実生を行う際は最初から一つの鉢に対して一つの種、一つの苗を、まあ、発芽させて植えていくというのが一番植え替えの影響がなくて済むのかなという気がしますね。やっぱこの通り葉っぱが結構外側のが枯れてきてしまってますね。他の小さめの苗なんかもやっぱ数枚葉っぱが枯れてきてしまっています。うん、こちらのエニグマティカもそうですね、変色したり枯れたりして葉っぱを落としてきてしまっていますね。やっぱりこう葉っぱを結構茂らせていってくれないと光合成がどうしても効率が悪くなってしまうので、成長っていうのがあんまり速度が出てこないんじゃないかなと思いますね。パキポディウムなど開根植物はこう開根部でも、まあ、光合成を若干はしているらしいんですけれども、まあ、やっぱり基本は緑色の葉っぱっていうところでしっかり光を吸収して光合成を行うというところだと思いますので、まあ、葉っぱがしっかり茂っていて根っこがしっかり張っていてっていうのが成長の条件なんじゃないかなというふうに思います。まあ、今はちょっと調子を落としてしまったり、まあ、葉っぱですね落としてしまったりっていう風な時期なので、肥料とかはあげずに、まあ、まず活力剤ですね、水やりは水に対して、私の家ではリキダスですとかメネデールも時々使っていますが、まあ、その辺の活力剤を混ぜてあげて、そしてまあ水やりを行うというのを今はしています。新しい葉っぱが出てきてくれたタイミングで肥料を加えていこうかなと思います。今のちょっとまあ弱っている段階で肥料をあげるっていうのはちょっと植物に対しては過酷な条件になってしまうっていうところですね。まあ、人間でいうとこう風邪ひいてる時にいきなり牛丼とか出されるみたいなそんな感じかなと思うので、今はまだ活力剤などで根っこをまず復活してもらって、そして葉っぱも出してもらうという調子を戻す段階なのかなというふうに考えてます。こちらのケラリアピグマエアやおとんのユーフォルビオイデスなど、この辺はですね今真冬ですがじゃんじゃん液肥あげてますね。まあ、液肥というか私があげている肥料は微粉のハイポーネックスですね、粉状のものをこう水に溶かして与えています。こちらのパキポディウムたちは肥料を与えてませんが、水は結構あげてますね。バーッとも鉢底から水が出るぐらいに水をあげて、さらにその水をもうトレーでもう止めてしまって、で、まあ、そのまま半腰水状態っていうんですかね、
というぐらいにしてしまっています。で、まあトレーの水が乾いて溶土の上の表面ですねはちょっと乾き始めたかなっていうぐらい、まだ湿ってるなぐらいで新しく水やりを行ってあげています。パキポディウム根腐れが怖いよというふうに思ったりもするんですが、この未生苗、まだ幼い苗たちの間は結構水を欲しがるかなというふうにも思っていて、根腐れのリスクよりも、まあ、水が切れちゃったりするようなリスクの方が私は高いんじゃないかなと考えているので、もう結構水はジャブジャブ上げてしまっているというところですね。はい、それでは今週のまとめです。植え替えの影響がついに出てきてしまいまして、まあ、葉っぱがですね主に変色したり落葉をしてきたという週でした。まあ、早くこの影響止まってほしいなと思うんですが、しばらくは、まあ、成長が止まってくるかなと思います。今ちょうどですね植え替えの直後と今週の様子映しています。まあ、この辺とかですかね、特に分かりやすいのは葉っぱがどんどん落ちてきてしまって枚数が少なくなってきちゃったかなというところです。まあ、なので新しい葉っぱが出てくるまでは肥料はなしで活力剤を薄めに上げて養生していくという感じで管理をする予定です。はい、それでは今週の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけますと非常に励みになります。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。